しーちゃん、どうも、りさです。なです。のりばんです。せーの、ファック。ちゅちゅ、妖怪。妖怪が今入ったり出たりしてますけど、大丈夫ですか、こちら。ごめんなさいね。なんと今の時間は7時30分なんですけど、テンションを高めでお送りしています。どうしてかというと、どうですか。どうですかと言いますと、今日はINI さんたちのアリーナツアー初日でございます。ありがとうございます。初日の初日、初日の初日入ったことある。初めて。え、リサも初めて。だから余計テンション上がっちゃって、いつもオーラス狙いやったんやね。なんかボリューム上がってきた時ぐらいに、なんか私たちは8時半ぐらいに出たいので、ちょっと頑張って。しっかり8時半になったら席が出る。あんまり信じたくない事実で。怖いです。しかもなんかさ、昨日 YouTube ライブしてさ、愛知どんな感じみたいな、会場かな。そうそうそう。言ったらなんか幕張のちっちゃい版みたいな、ちょっとちっちゃい版みたいなって言っとって、うちら幕張とあんまり相性良くないまあでも幕張ではないからな、似てるっていうだけで。元彼に似てるけど元彼ではないみたいな、あそこ重要なとこな、そういう重要な話があるやんか。ほんでメイク始めます。モチベもどう上がるか上げらんかわからんままのメイクって難しいな。そう、まあでも会場行くから。今日ヒロトとかがマットのブラウン系のアイシャドウにしてたかな。私もそうしてます。そこで揃えていくスタイル。はい、今日ちなみにスペクトラの衣装僕もありますから、ね、真っ白っていうだけですけど。スペクトラいいよな。知らん人にどれ聞いてって言っても刺さる。全部がおすすめって感じだから、逆におすすめの曲って言われたら難しい。そこなのな。どこにでも刺さるよな。でもやっぱり君の花になるを見て、あの子いいやんっていうのが多いみたい。でかいな。じゃあリサの周りにも結構多くって、リサの友達のお母さんとか好きやねんけど、だからお母さん世代、いや、あの人気横がいいなってみんな言うんですよねみたいな。なんて言ったってほら、ビビの国民的、なんちゃらイケメンランキングみたいな、とりあえずイケメンみたいなそんな話じゃないですけど、とりあえずイケメンだもんな、ランクインしましたから。この顔でまとまるって人がすごいっていう。ありがとう、生まれてきてくれて感謝感謝。ありがとう、お母さんお父さん。素敵な、やっぱ気になってまうな。今回は私の名義です。そうですね、名前は。でも何も責めません。そうですね、お互いもう責めへんっていう、あれを無視。無言の圧のようなものはお互い感じますけどね。頼むで。でもさ、何を頼まれても困るね。どちらに権利はありませんからね。何の権利も。ライターとかも手伝うよな。持ってきてない、ごめん。持ってこいって言ったよな。言われたら、バッて走ってこいよ。船様のためやろ。確かに、いろんなご迷惑をおかけしてますから。昨日もなんかした。キャリー持ち上げられへん時期よ。リサ行けるからいいよ、話って言ってキャリー階段、愛知ってエレベーターあんまないの、駅。え、そう、駅なくって。分からんで、フナが見つけられへんかっただけかもしれんけど、探す努力はしてん。でもなかったん。まあフナもキャリーやんか、うん、あーいいよみたいな。リサ大丈夫やからって、こことか持ったら大丈夫とか言って、ほんなさっきフナ降りんな、バーって降りるやん。フナ後ろ見るやん誰みたいな、助けてくれへんしな、うっって言うからさ、全部言葉に出しちゃうから、うん、気持ちは言葉に伝えていけば。そうそうそう、日本人はそれをするのが苦手やけど、感情っていうのは表に出すためにありますから。決して助けていただけるわけではありません。それはもう自己責任なので、自分のことは自分でしろ。辛いって思いながらって思うねんけど、自分のことは自分でしようって思った結果ができてない。でも出ちゃうくない、声。今も昨日寝るとき腰痛すぎてさ、あ、痛しい、あかんわ、あんまりかも、とか言ってて、シップも貼ってもらいました。昨日なんか自分の気のないやつ、なんかなんならもうなんか無言でパンツとかもちょっと受けちゃって、ちょっと足がパンってなったから、あれパンツまで下げられとったんや。あ、もうこんぐらいの中になりました。まあキーも使えませんから、勝手にパンツを下げます。もうお母さんにシップを貼るような感覚でしたでしょうね。母の背中といって思うんでしょうか。8時半間に合えるのかな。結構早くから起きてして、結局何時に起きたの。6時に起きようと思ってあがいてる。6時5分に起きてた。6時5分に起きたの。誰か倒れた。さあどっちでしょうか。しんさん、寝るかな。え、結構ガチで間に合えへんって言ったら切れる。うん、みんなちょっと一回出せ。はい、おやすみなさい。はい、間に合うわけない。正直に言うとさ、正直に言うとね、間に合うわけがない。どうして間に合うと思ったの。相手の差し掛けんだろ。誰が間に合うって思ったの、これで。さあ、あんたモコモコのピンここにあんで。ああ、忘れてた。もう使わんで。どこどこ。使わんの、使わんの、使わんの、使わんの。どうしよう。着替える、着替える、一回着替える、着替える、着替える、着替えなさい待って待って黙って、
まに腰痛い言うて頑張って着替えてんのにさあな間に合う間に合いません間に合う間に合う間に合う言うたさあ落ち着いてリサ一回落ち着いて今から黙ってリサ落ち着いて落ち着いて服着られへんなあお前全部のさ今度占領すんなよいや無理無理いっぱいいっぱいですもうリサのこと掘って先出てって分かったでもそれしたって意味ないから怖っみんなもしかしたら間に合えへん間に合えへんって言ってんのにどうせ伏せろって思うかもしれへんけど結構ガチで間に合えへんねんけどでも誰もカメラの中におらへんのはやばいからストッキング履きながらリサ前おるこのストッキング靴下屋のなんか転線しないストッキングみたいな600円もするストッキングで転線しないみたいな破れたでも電線はしてないあんたなんて全然やばないリサの方が明らかにやばいほんまにオッケー全員行くよはーいふなはーいふなさあ優雅なふなはまずはアクセサリー選びをするよまずはネックレスから選んでいくヒロトのネックレス風ゴールドチェーンのやつどっちの展開選ぶっていう言葉知らんもしかしてもしかしていいよじゃあ40分にしようそんなことがたくさんあるはい、という感じでその後はパッキングも終了したので今から朝ごはんを食べます今は8時20分ですそれではひろとすすす、おいしいねはいやっぱ遠征した時は各コンビニのこの海苔の味噌汁を食べるっていうのが花のルーティンですはい、でもアバーナイスでーす今フナッシーがどっか行ったから部屋真っ暗になるこれ食べたことない人もしかしたらおるかもしれんけどさこれマジで美味しいからさ全人類に食べてほしいのいただきますちなみに8時32分正直間に合った8時39分でございますただいまから座席確認させていただきたいなお願いします参りますないんやけど、うん、どのあたりかがマジでわからんすぎてでもさ初日やからさ座席の予想さえできひんもんなまあ、初日モニター見ます行きたいかなっていうはい思いますチャンネル登録高評価無断転生お願いしますでは最後一歩一歩せーのログイン中ですはいゆるまいです